にちは、ひなです。今日は GU 購入品紹介をしていきたいと思います。もう今回もめちゃくちゃ可愛いものをゲットできたので、コーディネートも少しご紹介しながらやっていけたらなと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、では早速紹介していきたいなと思うんですけど、今回はまあほとんどトップスとかアウターとか全部こう上のアイテムばっかりをゲットしたんですけども、まず一つ目はアウターを購入してみました。こちらの商品名がフェイクファーショートジャケットというものになるんですけど、めっちゃくちゃ気持ちいいんですよ。もうこれはすごい肌触りが気持ちよくって選んだんですけども、カラーがブラック、ブラウン、グレーかな、白っぽい感じもしたんだけど、ちょっとこうグレー系のものが店舗にはありまして、私はブラックを選びました。でサイズも M サイズにしてます。これはまあ中とかニットとかを結構着込んだりとかね、冬はするので、ちょっとワンサイズ大きい方がいいかなってことでこちらにしました。お値段3990円です。でこちらはファスナーとかではなくて、フックタイプで前を留めるようなデザインになっていて、着た感じはこんな感じなんですけど、すごい上品な印象、になるかなと思います。去年ザラでこれのファスナータイプのカジュアルな感じになるフェイクファーのアウターを購入していたんですけども、まあ、黒でかっこよくモードな感じで着れるアイテムも欲しいなっていうことで探していたら、なんと GU にめちゃくちゃいいものがあったので今回購入したっていう感じでした。すごいさって羽織りやすいし、今のこのニットとかに合わせてもめちゃくちゃ可愛いですよね。あんまり私を締めるっていうよりは、まあ中にタートルだったり今みたいにニットとかを着て、着る着方とかかなが多くなるかなっていう風に思っています。もし購入考えてる方いたら、ぴったりサイズよりワンサイズ大きくしてても別にそんなにこう着膨れするとかもあんまりないかなって思うので、ワンサイズ上げてた方が着やすいかなっていう風には個人的には思いました。まあ合わせ方はそうだな、まあもうシンプルにパンツに合わせてもかっこよくなるし、スカートとかに合わせても素敵だし、やっぱ黒黒で合わせると、めちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなっていうふうには思ってます。続いて2つ目はニットを買いました。こちらですね、商品名がスキッパーカラーセーターというものになっていて、カラーがナチュラルというカラーで、サイズこちらも M サイズ、お値段1990円でした。めっちゃ可愛くないですこのデザイン。やっぱ襟っていうのはすごい今年の春ぐらいからめちゃくちゃ流行ってるなっていう印象があったんだけど、すっごい可愛いし、GU にあるんだと思って、色もこれグレーと私すっごい悩んだんだけど、いろいろ着回しとかで遊べるのはこっちの色かなと思って今回このナチュラルな色にしました。もうねシンプルに1枚で着ても可愛いんだけど、その着回しってさっき言ったみたいに中に、タートルをいろんな色を着て合わせたりするのも可愛いなと思って、 T シャツとかももちろん可愛いなと思ってるんですけど、サイドにスリットが入ってはいるんですけど、丈感がまあショート丈ではないんだけどそんなに長い感じではなかったので、こちらもまあ M サイズにしたって感じでしたね。でもね結構しっかりしてる気がするんだよな、生地感とかも。もう合わせ方はねパンツスタイルかな、なんか海外スタイルというか、まあ、これにスラックスにキャップに、ロングコートとかめちゃくちゃかっこいいかなって思うし、デニムとかも可愛いし、そうですねスカートっていうよりはパンツで合わせたいかなって思っているトップスです。はい、では続いてこちらもねまた3つ目もニットなんですけど、めっちゃ可愛いんですよ色が。すっごい可愛くないです色が。これねメンズの商品なんですよ。やっぱりメンズってすごい色が可愛いんですよね。前回の購入品の時にも言ったんだけど、そう、もう色が可愛いと思って、商品名がローゲージクルーネックセーターというものです。カラーがライトオレンジという色になっていて、 S サイズですね。お値段1990円です。一目惚れでしたね、春夏は割とこう明るい色のものとかも着てたし、全然今でも着たりはするんだけど、今年の秋冬はどっちかっていうとベーシックな色で、
着てみたりだとか、まあ、オールホワイトだったりとかの、コーディネートがトレンドだったりとかもするので、私もなんかそういうのが最近多かったりはしてたんだけど、やっぱりこういう色物も素敵だなと思って、でそんなに派手じゃないかなと思うんですよ、ライトオレンジ、なんかベージュ寄りな感じだから、そう、これに白のパンツとかベージュのパンツとか、まあ、スカートとかでも可愛いですよね。できたらすっごい可愛いと思いまして、こういう色系のもの使ってみたいけどっていう人とかいいと思ういや本当にメンズ商品が有能すぎてとっても感動しました。生地もすごいしっかりしてるからいいと思います。なかなかない気がする、本当こういう色。で次がこちらですね、バンドカラースリットロングシャツという商品で、S サイズです。お値段1990円です。サイドにね結構スリットが深めに割と入ってるようなシャツが来たんですけども、こういうバンドカラーのシャツってすごいやっぱ今年よくお店とかで出てたなっていう印象だったんだけど、 GU にもね出てたんだって知って、で結構形も可愛いんですよ。このカフスも結構大きめだし、そうなんかデザインがとっても高見えする感じだなって思ったのでこちらを選びました。意外とね私真っ白のシャツって持ってないなって思って、なんか柄が入ってたりだとか、うーん白というよりなんかアイボリーみたいなものとかが多かったから、もうシンプルに白で、これに黒のパンツに、最初に紹介した黒のパーのね、アウターとかもすごい可愛いなって思うし、ロングシャツっていうことで、まあ、めっちゃ長いわけではないんだけど、お尻とかは全然 S サイズでも隠れる長さになってるので、これもレイヤードのアイテムとして、うん、ニットとか上から着ても可愛いかなと思って買いました。割とまあ張り感がある感じの素材にはなってるから、まあ、ちょっとシワとかにも気をつけていかなきゃいけないかなと思ってるんですけど、すっごい可愛いかなと思います。次はまあ本当シンプルな冬には超定番のアイテムなんですけど、こちら、リブタートルネックセーター01番オフホワイトでサイズ M サイズにしてます。1690円の、もうシンプルなタートルですね。黒はね私たくさん持ってるんですよ黒はめっちゃ使うじゃないですか冬ってね。そうだからユニクロとかでもたくさん、うん、ついつい買っちゃうんだけど、白でこんなにこう綺麗なものって持ってないなって思って、で GU で見た時にこのねなんかタートルの部分が割と長めな感じだったので、それがまた可愛いなと思って買いました。であとねこの毛玉になりにくいとか洗濯機で洗いますとかね、すごいポイントも高いなって思って選びましたね。もう万能だからねこういうの持ってると。で続いて5つ目がですね、あの私トップスだけって言ってたんですけど、ボトムスも買ってました忘れてたんですけど、こちらスカート、ピアードロングスカートというものです。ブラックで M サイズ1990円のもの、ここがゴムのねタイプになってるこういうスカートなんですけども、ピアード系のスカートも、うん、なんか流行ってるなっていうイメージもあるし、個人的にもすごく可愛いなと思っている、アイテムだったんですけど、GU で見つけました。可愛いですよね普通に。でなんかマネキンがこれにスウェットで合わせて着てたんですよ。めっちゃ可愛いと思ったから私もそういう着方したいなっていう風に思ってます。でサイズ感がここがゴムだったから S の方がジャストサイズではあるんですよね、 GU のアイテムだと。だけど、丈の長さだったりとかをちょっと見た時に M サイズかなと思って、うん、M サイズを選びました。多分インして履くってことはほぼほぼないかなと思ったので、だいたい隠すかな、ダボっとしたスウェットだったりニットとかね着ることが多いかなと思ったので、まあそこはまあ全然いいんじゃないかなと思って、たくさん着るしね冬は。はい、そんな感じで M サイズ選びました。で一番最後は靴下をね買いました。私 GU の靴下めちゃくちゃ好きなので、こんな感じを今回買ったんですけど、もう持ってますね。ラメクルーソックスというもので、もう冬はめちゃくちゃ大活躍する、なんかシンプルな無地の靴下でももちろんいいんだけど、
このラメっていうのがね可愛いし、スカートとか履いてショートブーツ合わせた時にちょっとこう靴下がチラッと見えたりするのも可愛いので、これをまた追加で買ったのと、これはでもシンプルに無地の靴下ですね。このねツルツルしたこのナイロンソックスがとっても好きなので、これとこれ、このねふわふわソックスです。リブキモソックスというものなんだけど、白な靴下も可愛いんですよね。これにローファーとか合わせてチラッと見えたりするときに、あの薄すぎるような、まあ言ったらこんな感じの白の靴下よりちょっとこうモコッとした感じの方が可愛いので、で私は思ってるので、今回このふわふわのソックス見つけてこれを買ってみました。チラッとねパンツから見えるところからこのふわふわ白のソックスが見えたら可愛いかなって思ってます。はい、というわけで以上、今回こういった感じのアイテムを GU で買ってみました。いや、めっちゃ可愛かったです。で、まあ、前回の時にも言ってたんですけど、今期のこの GU のアイテムを使って GU メインでの、コーディネートをやっていこうかなってまた思っております。はい、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではバイバイ。